どうもこんにちは、佐藤浩一です。今日はこだわりの DIY ということで、私浩一が DIY をしたいと思います。まずは私の友達でもある石井壮太郎君、彼はいろんなものを DIY しています。その作品がこちらです。彼はこれまでも様々なものを作っていました。今日は彼に代わってこの浩一が皆さんにこだわりの DIY をお届けしたいと思います。実は浩一、あるものを手に入れました。それがこちらです。こちら、ブラック&デッカーの、これですね、3点セットというんでしょうか。これをですね、とうとう手に入れたんだね。これどんなものが入ってるかというと、ちょっと開けてみよう。まずは、こちら。うん、インパクトですね。さあ、そしてこの、ブラック&デッカーの、この商品の優れてるところはですね、これを、こうして。こうやって、取り外しができるんです。そして、こちら。これで、はめることができます。ここはですね、のこぎりができますね。うん。これで、材木もちょちょいのちょいです。そして、では、動いちゃう。なんでウィンって動くんだ、これ。そして、こちら。これがですね、ここに、ヤスリをつけて、削っていくんですね。これで滑らかになります。これをですね、使って、今日は、DIY、浩一が見せたいと思います。何を作るかは出来上がってのお楽しみです。それでは、浩一 DIY。行ってみよう。まずはじめは作業台から組み立てます。これも実は今回のために購入しました。組み立てるのにすごい時間がかかりました。作業台はこんな感じです。うん、いい作業台。さあ、それを使って木材を切っていきます。はまりません。はまりません。ジグゾーにしました。これで切りたいと思います。さあ、初めてのジグゾー切れるんでしょうか。うん、安心しました。切れました。さあ、ここからどんどんと切っていきます。うまくなりましたよ。はい、お、そうしたところに、あ、すいません、ありがとうございます。実はお隣さんからお金を預かりました。すいません。それというのも、町の組費を預かっている集金係の私です。さあ、引き続きどんどん切っていると、おや、ちょっと切りづらいちっちゃい材木ですね。これをどうしようか迷いました。結果的に作業台そっちのけです。お尻がかわいい。さあ、めげずに切っていきまして、
さあ、材料の切り出しが終わりました。ここから何を作るかお分かりですか。さあ、ここからは色を塗ります。ですが、日が傾いてしまったので今日はここまで。さあ、次の日です。色を塗る前にですね、ここでヤスリをかけます。こうすることによって手触りが非常に良くなるんですね。うん、頑張って全部をかけてますよ。はあ、気持ちいい。ああ、気持ちいい。さあ、どんどんかけていきます。そして色を塗ります。今回は光沢のある黒にしました。全部丁寧に塗っていきました。さあ、これは二度塗りをしたいところなんですが、その前にあることに気がつきました。何やらやっていますね、光一。そう、測ったものをちょっと切っています。その結果、このように曲線のものを真ん中に左右両方に入れました。なんだかわかりますかね。さあ、そこに色を改めて塗りまして、このようになりました。さあ、乾くのを待って作業再開です。ここで問題です。ここに光一以外のものが映っています。なんだかわかりますか。答えは猫。猫がいましたね。かわいい猫です。猫ちゃんが見守る中、作業を進めたいと思います。さあ、乾いたのを確認して組み立てます。木工用ボンドでつけます。まずはネジなどをはめ込む前に木工用ボンドで固定します。乾かします。最後の仕上げです。さあ、いよいよ最後の仕上げ。止めていきます。止めていきます。ところがボンド全然乾いてなくて崩れました。もうこうなったら釘で止めます。はい、どん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 と止めていきますよ。もう止めたらあっという間にできました。それでは全貌をご覧ください。さあ、これが何だか分かりますか、皆さん。これの名前は狂足。狂足というのは昔の殿様がしていたこれ、うん、これ狂足です。さあ、ご覧ください。光一の狂足姿決まってる。ああ、こんな使い方もできる。こんな使い方まで？こんな風に遊んでもいいですね。皆さんも作ってみてね。